アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、クリエミです、今回は撮影で宮古島に来ております。でもね、詳しく言うとここね、宮古島じゃないんですよね。イラブっていう場所に来ていて、とにかく料理が本当に美味しくて、ちょっとロケはね、いつも私そんなにいっぱい食べないように気をつけたりするんですけど、今回はかなり大食いになってていっぱい食べてしまってます。でもそれぐらいやっぱ全部の料理が美味しくて、そばも美味しいし、あのマグロとかカツオとかポテトまで美味しいっていうね、本当にもう皆さんもね、ぜひ一度来てみてほしいなとか思っちゃったりするんですけれども、まあ、撮影に関してはもう衣装がとにかく全て可愛くて、あとはあの今回のテーマとして、私の恋の7つの出会い方っていうのがあるので、なんていうか、どんなシチュエーションで出会ったらこう素敵かなとか、ウキウキするかな、楽しいかなっていうのをこう7パターンでいろいろといろんなシチュエーションで撮影してみたので、皆さんも、まあ、こんな出会い方だったらいいなとかっていう風に想像しながら、ぜひ楽しんでみてください。全部のチャプターが本当に素晴らしい感じに、楽しくウキウキする感じになってると思うので、楽しんでみてください。それでは以上、クリエミでした。またね。撮影中一番楽しかったことは、結構今いる場所がこう大きいお家にスタッフさんみんながいるみたいな感じのところにいるんですけれども、撮影が終わって皆さんでご飯食べてる時に、いろんな楽しい話をしたりとか、こう雑談をしたりとかするので、本当に5時間とか6時間ぐらいこう皆さんといろんなお話をして、こう楽しく笑えたのがこう印象に残ってて、楽しかったなっていうふうに思います。皆さんとすごく仲良くなれたので、どの撮影場所に行ってもこうスムーズでやりやすく、こう楽しく撮影できたんじゃないかなって思うので、それが楽しかったことでした。はい、撮影で一番大変だったことは、やっぱり沖縄とか宮古島の方って結構天気予報が外れることって日常茶飯事で、結構雨予報だったのに晴れるとか、晴れだったのに 雨になっちゃうとかっていうのもあって、やっぱちょうど撮影するっていうタイミングの時に雨が降ってきちゃったりとか、こう風が吹いてきちゃったりとかっていうのはちょっと大変だったかなって思います。でも最終的にすごくいいものが撮影できたので、それ良かったのかなって思ったりします。家に帰ってまず最初にすることは、私のお家ワンちゃんと姪っ子と甥っ子がいて、姪っ子が2歳で甥っ子が0歳なんですけれども、まず帰ったらみんながお出迎えしてくれるので、そのワンちゃんになでなでして、姪っ子と甥っ子と一緒にこうやって遊ぶっていうのが私の今の日課になってます。でキュンとくる男性の仕草は、なんだろう、結構男性がすごいいっぱい笑ってる顔とか、照れ笑いしてる顔とかが好きだったりします。なんかシャイな男性ってこう、なんて言うんだろう、笑うのとかもちょっと照れて笑ったりとかするじゃないですか。そういう表情とかは好きだなって思ったりします。普段よくしてしまう癖は、私やっぱ SNS をやっぱすごくよく見るので、まあ、Twitter、インスタとか YouTube とか TikTok とかっていうのをこう無意識のうちに開いて、無意識にやっぱ見てますね。だから周りの人とかには、結構一般の友達とかには、こういつも携帯いじってるよねってやっぱ言われちゃって、気をつけなきゃなって思ってるんですけど、やっぱりもう間ができるとすぐにこう触ろうとしちゃうっていうのは癖なのか、なんか職業的なものなのかっていうのであったりします。願い事が叶うとしたら、そうですね、なんか昔はそういう神社とかでこうお参りとかするじゃないですか。で7秒とか8秒の間に私20個ぐらいお願いをもう詰め込みに詰め込んで、もう全て叶えてよっていう感じ、ちょっと欲張りだったんですけど、
やっぱなんか年を重ねれば重ねるほどに、なんかこう望むことってそんなになんかこうなくなってきて、今はなんかすごいちょっといい人っぽく言っちゃうんですけど、姪っ子とか甥っ子がもう本当に健康になんかこう育って、何不自由なくなんか学校生活とかも送ってくれたらこう嬉しいかなっていうか、今すごい家族が仲良しなので、みんなそういうのが、まあ、ずっと続けばいいなみたいな風に思ったりします。グラビアの仕事で気をつけてることは、やっぱ常に自分の体を見るっていう風に思ってて、家でもずっとこう全身鏡とかたくさん置いてあって、どこでも自分のこう全身が見れるようにしてたりとか、やっぱそういう体型的な面で気をつけてる部分は多いかなって思います。あとはこうやっぱポージングとかもこういかに綺麗に見せるかみたいなところは、こう写真を見ながらどれが一番いいのかなとか可愛いのかなっていうのは、こう無意識にでもこう見て研究してるのかなって思います。コスプレを始めたきっかけは、これからなんか新しいことをしたいなって思った時に、こう私の仲のいい知人がこう私の顔を見て、なんかアニメのキャラクターとかにいそうだよねみたいな、目丸いしなんかクリクリしてるし、こうマッチしそうじゃないって、やってみたらって言われたのがきっかけで、こう今アニメとかゲームとかってやっぱすごい需要あるし人気なんだよっていう風に教えてもらって、自分で調べるようになって、あ、こうコミケとかそういうコスプレのイベントってこんなにいろいろあるんだっていうのを知って出てみようと思ったのがきっかけです。はい、今後挑戦してみたいお仕事は、やっぱり私言うてもそんなにその今のこの活動みたいなのをコスプレだったりとかっていう面に関しては長くしていないので、なんかこうオリジナルのコスプレだけじゃなくて、何かのキャラクターのコスプレだったりとかゲームのコスプレだったりとかっていうのをどんどん挑戦していきたいなって思います。なんかそういうお仕事って、ゲームのキャラクターが好きな人がそれきっかけで私を好きになってくれるとかもあるのかなって思ってて、今の私だとこう私きっかけで知ってくれる人っていうのが多いので、こう違うパターンも挑戦してみたいなっていうふうに思ったりします。今回DVD が、初めての宮古島伊良部島伊良部島での撮影になっておりまして、こう見たことない私の姿がたくさん見れるんじゃないかなって思っております。すべてのチャプターが本当に、あ、こういう出会い方のシチュエーションもあるんだっていう風に新しい発見もあると思いますので、まあ、1チャプターずつ楽しんで拝見していただけたら嬉しいなと思います。それでは以上、クリエミでした。またねー。